証券形は、日本の鉄道実業家、技術者。JR 東日本代表取締役副社長、同社取締役副会長、東北観光推進機構会長、企業情報化協会会長などを歴任した。1974年東京大学工学部卒業、日本国有鉄道入社。1987年東日本旅客鉄道入社。 1998年東日本旅客鉄道鉄道事業本部安全対策部長2000年東日本旅客鉄道広報部長2002年東日本旅客鉄道取締役鉄道事業本部運輸車両部長2004年東日本旅客鉄道常務取締役鉄道事業本部副本部長2006年東日本旅客鉄道常務取締役 IT 事業本部長、鉄道事業本部副本部長。2007年東日本旅客鉄道常務、取締役 IT、スイカ事業本部長、鉄道事業本部副本部長。2008年東日本、旅客鉄道代表取締役、副社長鉄道事業本部長、IT スイカ事業本部長。2009年東日本、旅客鉄道代表取締役、 副社長鉄道事業本部長。2010年東日本旅客鉄道代表取締役副社長。2011年東日本旅客鉄道取締役副会長。2012年東日本旅客鉄道取締役副会長,副会長技術関係、国際関係。2018年東北観光推進機構会長、企業情報化協会,会会長、東北電力取締役。 2020年東北観光推進機構特別顧問。ありがとうございます。